もう少し待っていてくれ。夕食にはまだ準備が必要だ。まさか君がそんなに絵の具に興味があったとはね。昔、雪の花びらの質感を再現するために霧氷花を粉状にして白の絵の具に混ぜたことがある。とても満足のいく効果を得られたが、保管には注意が必要だ。もし試してみたいのなら僕が付き合うよ。たとえ僕であっても雪山にある脅威を全て把握しているわけじゃない。だが僕は君を守るために全力を尽くす。僕を信じてほしい。ふん、何も問題ないと答えたいが、君は僕の大切な友人だ。誠実に向き合うべき相手でもある。近頃僕はある問題を考えている。例えば生命や創造についてだ。しかし基本的な結論を出す前に君との議論を急ぐことは君に迷惑をかけてしまうと僕は思う。だから自分の中で整理がついてから君に話そう。悪いが理解してくれると助かる。心配はいらない。こうしてみんなで談話する機会は僕にとっても貴重なものなんだ。僕が会話に深く参加しない理由は個人的な習慣に過ぎない。正確に言うと僕はこの雰囲気を楽しんでいる。君が分かってくれればそれでいい。もちろん君が僕ともっと話がしたいのならそれも構わないが。この拠点は名目上僕が利用しているところだが、かしこまらず気軽にくつろいでくれ。拠点の中は本当に暖かいね。ジョエルね、一緒に遊んでくれる人がいてすごく嬉しそうにしてたんだ。時々私よりも体力があるんじゃないのかなって思うよ。ほら、子供の頃って誰しも遊ぶことに対して無限のエネルギーがあったから。雪山は私の想像よりも危険なものだった。たとえセピロス騎士であってもこんな劣悪な環境にいるときは常に周囲に目を配らせて警戒を怠ってはならない。でもこんなに特別な冒険ができるなんて私にとっても結構意味があると思うんだ。実はジョエルと遊んでたとき私もおじいちゃんのことを思い出してたの。おじいちゃんが失踪して以来もうずっと会えてない。元気にしてるかな。私おじいちゃんが誇りに思ってくれるような立派な偵察騎士になるよ。おお、そのことね。平気だよ。エウルアはとても優しいの。口には出さないけど彼女はそんなことを気にするような人じゃない。ベネットは困難な状況にいてもすぐに立ち直れる。アルベドに迷惑をかけたのは確かに悪いけど、でもみんなこうして集まれるのも不幸中の幸いなんじゃないかな。うん、お疲れ様。あんたもちゃんと休んでね。まさか雪山にもこんな暖かなひとときがあるなんてね。雪だるまね、試してみたけど悪くなかったわ。ふん。でもアンバーが私の作った雪だるまのポーズは芸術的すぎて伝統的な丸い雪だるまじゃないって言っていたわ。アンバーったら
私を褒めているのかけなしているのかどっちなの？とりあえ私は雪山の環境を熟知しているわ。でも今回は新人冒険者の引率とかアンバーたちとの集団行動もあるからとても不慣れなことばっかりだけど、引き受けたからにはきちんとやり遂げないといけないわね。恨みの清算はその後にするわ。ベネットのことを聞いているのなら心配しないで。彼のああいった状況にはもう慣れているわ。大したことじゃない。あまり深く考え込まないで、この機会にきちんと休んでおきなさい。雪山の夜は長いわよ。はあ、こんな時冷えたお酒があったら最高なのに。私？至って普通よ。気をつけなきゃいけないことは何もないわ。私よりもアンバーやベネットと話をしてちょうだい。彼らは雪山のような環境に慣れていないみたいだから。君はアルベドともあんなに多くの話題を見つけられる。話し上手ってことよね。その話術を使って彼らに雪山におけるサバイバルの鉄則を教えてあげるといいわ。君ならきっとできるでしょ。私のことは気にせず、自分のやるべきことに専念してちょうだい。手伝いに行くべきか。ジェラードのことか。聞いた話によると、エウルアさんがそいつのために特訓計画を練ってくれたらしい。たとえ新人でも、あんな頼りになるベテランに面倒を見てもらえればきっとすぐに成長できるだろう。はあ、全部俺のせいだ。いつも仲間たちに迷惑をかけてる。普段ならまだしも、雪山で迷惑をかけるとなると何か起きないか心配で。縁起でもないことを言っちゃダメだ。もし当たったら大変なことになる。俺か？相変わらず、お前も知っての通り疫病神だよ。でも俺の心が折れない限り、俺は何度でも立ち上がる。こんな冒険のチャンス大事にしなきゃな。悪いな、またお前たちをこんなことに巻き込んじまって。実は俺は騎士団の人のことをあんまり知らなかったんだ。今回のことを経験して自分の至らなさを痛感したよ。みんな優秀な人だし、性格も優しい。学ぶべき点がいくつもある。ああ、そうだ、今度俺にも教えてくれよ。どうやってこんなにたくさん優秀な仲間を集めたのか。おう、晩ご飯はいっぱい食ったけよ。